にちは、フラワーアーティストの前田由紀です。アイコーム店の YouTube チャンネル花と愛のある暮らし、今回も姫路西の展示場からお送りしています。こちらのお家はあの木がシンボルツリーがあるんですけど、こう家の中のどこからでもこの木が眺められるんですね。で外で本当は6メートル以上ある大きな木なんですけど、こう2階に上がっても3階に上がってもこの木を眺めながら楽しめるっていうのがすごく素敵だなと思いました。でお家の中でも結構いろんな植物がこう飾られているんですけど、このテレビ台の脇にあるサンスベリアもすごいおしゃれで、こう器とのバランスとかもとってもいいなと思いました。ここはロードサイドの展示場なので、本当に車でパッと来て車を止めて中を見て回ることができる、この立地もとても素敵だなと思いました。気軽に足を運んで見られる場所になっています。で今回はお家の中で飾るグリーンについてお話ししたいと思います。でいつもドライフラワーのお花を紹介してるんですけど、家の中で生花で飾るならグリーンがおすすめです。でおすすめなのがこのユーカリという植物なんですけれども、結構あのお家の中で飾る方がすごく増えてる人気の植物なんですね。なのでこのユーカリについて今日はお話ししたいと思っています。ユーカリというのは太もも科の植物なんですけれども、まあ、オーストラリアの植物としてもとても有名で、あのコアラの食べ物にもなっているこのユーカリです。で見た目ではとても爽やかなこうライトグリーンの色なんですけども、あのすごく香りがいいんですね。でこの茎を触ってると本当にいい香りがしてすっきりした気持ちになります。でアロマオイルにも使われているので、あのアロマオイルの中でも集中力を高める香りとしてとても人気があるハーブの一つなんです。でこのユーカリの特徴としては、この形をきれいに残したままドライフラワーになるということがあるので、こんな感じでまとめて数本を重ねて逆さに置いておくとこのままドライフラワーになるので、こんな感じで重ねてこのまとめた部分を紐で縛ってですね、こんな感じで吊るしてあげると香りも楽しめるし、この形のままドライフラワーになるので、きれいにお家の中で楽しむことができます。ユーカリはドライフラワーになるときに先端が少しあの柔らかくてこう縮れてしまいやすいので、先端の部分をハサミでカットしておくと先っぽの方まで綺麗なドライフラワーになります。こんな感じですね。でこれを逆さに吊るしておくと香りも楽しみながらドライフラワーとしても長くお家で飾っておくことができます。はい、でお水に生けるときは下の方の葉っぱは落として、この茎のところもできればこう縦にハサミを入れてあげるとお水をよく吸うので長く生花として楽しむことができます。これアイコーム店さんのこちらのお部屋にあった花瓶なんですけど、すごいユーカリととっても合う感じですよね。こういう落ち着いたトーンの器を選ぶとすごくインテリアにも馴染みやすいのでおすすめです。こんな感じでユーカリだけで生けてあげるのもすごい可愛いですよね。こんな風に何種類かの花瓶に入れてあげるのもとても可愛いかなと思います。結構アイコーム店さんのこのインテリアで私が素敵だなと思ったのが、結構洋書がいろんな場所に置いてあるんですよね。で洋書の上にちょっと花瓶を置いたりとか、ちょっとしたあのエアプラントを置いたりすると、それだけでも本当にこう写真に撮りたくなるようなおしゃれな空間ができるので、本の上にちょっと置いてみたりっていうのは真似してみたいアイデアだなと思いました。こんな感じであの寝室に香りもとてもいいので、寝室で飾って癒されるのもおすすめです。ぜひ暮らしにユーカリを取り入れて、より香りが楽しめるような植物の飾り方をしてみてほしいと思います。は
はい、皆さん今回もご視聴ありがとうございました。こちらの姫路西展示場は本当にロードサイドで車でパッと来て気軽に見て回れる素敵な場所になっています。で、私がアレンジしたお花も飾っていますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではまた次回お会いしましょう。